今日は線形代数の解説のみをします。セクションは4つあって最初のセクションで「余因子というものを定義します。教科書では実は「余因子という言葉が定義されてないんですね。でも多くの教科書で定義してるからここでは「余因子というものを説明します。セクション2では「余因子展開」と呼ばれるものを解説します。 でこれはラプラス展開とも海外では呼ばれているやつですけど行列式を計算するテクニックの一つです。セクション3は余因子行列と呼ばれるものについて解説しますでここの余因子行列のところが分かりにくくてもうすごく悩ましいところですね。セクション4は逆行列の作り方特に余因子行列を使った逆行列の作り方を解説します。はいそれではやりましょう。 最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。えー、それではまた。